人類の進歩と調和をテーマに、アジアで初めての日本万国博が大阪千里丘陵に、世界の77カ国を集めて華々しく幕を開けました。3月15日、この日入場者を53万人と当て込んだのは協会本部。9時半の会場を5分早めてオープン。さて、入ったもののどこへ行こうか。何しろあなた、会場の広さは甲子園の83倍もあるんですよ。近代建築の粋を凝らしたパビリオンもあれば、お国ぶりを表すパビリオンがあり、パビリオンもいろいろなら集まる人もいろいろ。人類の進歩と調和、それは183日間にわたって繰り広げられる国境を越えた人と人との出会いとその広がりであるとも言えましょう。